願いします。よかった今日なんかそんなやばい格好。ああハワイアンピザにしたの。そう海外ってパイナップル乗せる文化ないらしいよ。パイナップルの何文化？私パイナップルが乗ってるピザ初めて食べたん海外で。なんかアイスコーヒーのが出てたな。コールドブリューでしょ。うん。もう全然見なくて。ただのアイスコーヒー。ちょっとね。ちょっとなんか口紅みたいな。うん、めっちゃはみ出てるよね。遠くから見たら可愛い。オーバーリップ。それってさ、あのね、オーバーリップのやり方知ってる。まず普通の、口紅で口紅を作ってから、あの、普通のやつを塗って、そうそうそう。それでなんか、あの、ぼかしたりとかして、で最後に画面にしたりとか。それについてるかなって思ったら、まさかの、それピント？うん、大失敗よ。めっちゃ美味しい。おばさんってそのもんだ。大丈夫、口だけ映してるから。その口が今日は失敗だけど。美味しい。見して。こういう時美味しそう。超分厚い。買い上げ。カヌレ買う。カヌレ。やば。セショの期限の。わあクッキー美味しそう。はい、ね、取るから。はいはいはい。はいはい。そうだセサミ。セサミ。セサミってあれ？ごま。ごま？何あれ？レモン。やばめっちゃかわいい。うわ。レモン。かわいい。シナモンロールでかわいい。レモン。レモン。レモン。あ、あれだカヌレ。あった。取るね。マジで買う。カヌレ美味しいから。賞味期限いつ？8月3。めっちゃ一瞬じゃない？やめとこう。めっちゃ大粒じゃん ね。買うんだ。
が好きならこれが一番、うん、でほうれん草とフェダーチーズ、こっちちょっとさっぱりした感じで。さっぱりしたのどれだろう。